すごいですよ。アップセット激アツですね。さあもう早速試合が始まっていき、カードはやはりファルコ、リンク。実はね、コナン賞なんですけど、はい、結構リンクがだるいんですよ。あ、そうなんですか。これはあのスマ知識に書いてないスマ知識なんですけど秘密のスマ知識、秘密のスマ知識なんですけど、結構リンクがめんどくさい。そう、なんかきつい要因としてはなんか特になんかあったりするんですかね。そう、基本的にやっぱブーメランと、まあ、基本的に飛び道具が制限されてしまうのと、この上強、空中ニュートラルに対しての上強が一番ファルコの当てたい上強と、一番リンクの当てやすい空 N のこのあれか噛み合って、一番最強に上京を勝つっていうポイントがやっぱり、リングはもうなんか最も強いと言われてる、あの空 N を封じることができるっていうのはかなり強いですね。それ冷静に控えつかみして、そう狙っていくが、東京展開、リフレクターか、リフレクター上がり、その空中前で爆弾拾ってポロッと落として、これはそう、この復帰阻止もね、刺さるんですよね。上から降ってるから攻撃判定に当たる前にファルコの空中前に刺さると、まあ、タイミングの問題もあると思うんですけど、はい、その辺はファルコの、まあ、実力が試されるポイントだと、思うんで、はい、まあ、ちゃんとやれば倒せることが割とあるのかな。おお、ブーメランから上 B 激戦を追っていく、空中前が届かないという判断で上 B を選択。さあ落として、さあ軽く上強を最悪相打ちみたいな感じでなるんですね。うん、そうで、その後展開悪くないんで、とりあえずクエンの上気を振っときゃいいっていう感じなのかな。さあ、ガーキャンジャンプクエン、さあ、ウェビーで反撃取って、あとリンクやっぱコンボ耐性がないから、上強とか一回当たっちゃうと結構火力稼がれるみたいな、そんなイメージもありますね。お、そうですね。空中勝で耐久取って、これはなんか怪しかったか、うまっ相手動いてるの見てますね。ブラスター、ブラスター、地味に痛い。さあ空中前の気持ち当ては、これは結構なかなか反撃がないんですよね、空中ファルコの空中前に対してっていうのは。あとそこから横移動で外へ逃げられちゃうと全然取れないみたいな。さあ0点掴んで崖の展開、横でなんとか撃墜したい。おお、冷静なつかみ立ち上がり見たけど、攻撃は何も間に合わないってことでガード読みのつかみでしたね。早い判断、空中前上がり強いですね。あれも意識されますね、この上がり。おお、お互い撃墜パーセント、どちらも崖を譲らないけど、これはどうしようもないやつですね。確定ですね。まあ、ファルコ側がもうちょっと角度ずらせたらもしかしたら生きたかもわかんないんですけど、ほとんど難しい読み合い。そうですね、ほぼ確定の T さんの確定技術が光りました。そこから上投げから上スマッシュ、おー、うまいですね。撃墜できるのこれだと、上強を警戒させての回避を誘って、回避には上スマしっかり持ってます。さあガードには何、ガードしても何もないという判断でリターン高い、まあ、ないクーシタを外出して、さあ復帰が、あ、うまいちょい出しですね。落として空上投げ回避まで読んで、まだ分かんないですよ、ファルコのコンボ力があれば一発、まだまだひっくり返してる。さあ弓矢がなかなか2人で補強渡らず、その曲がり強気通して、あ、まあ、ガーキャンクエヌ、おお、うわ一発当てることに何か意味があるのか。上京、これもしかして何かが起きる、分かんないですよ、上京空中後ろさ、あー、うまい、ちょっとそこで上 B を打つ判断うまいですね、まあ、ガードしない目の前での様子見が多かったんで、ガーキャン最速の上、破壊力ある上 B で T さんがやってしまおうという、強気の上 B。1本取ったのは激 T、 安定してますね、 T さん安定ですね。最近も結果も安定してて羨ましい限りだ羨ましくちゃダメですよさあ大会出ることから僕は頑張ります。はい、さあ2戦目のステージが気になるところ、
エボのステージ何が出るかわからない。ファルコは多分だけど、まあ、そのレボルールのヨッシーストーリー、ヨッシーアイランドぐらいだと全部が崖斜めじゃないですか、はい、崖斜めってること、あ、崖じゃない、あの地面、そう、地面が斜めってることが多くて、多分それは好まないんじゃないかな。空中前の押し付けがちょっとやりづらくなっちゃったり、あ、なるほどなるほど、コンボルートも変わる可能性あるんで、まあ選ばれたのは戦場と。さあ上京上京上京ではなく空中前、さあリンピックあまり荷物、空中上から空中へ確定しそうですね。さあ N で攻撃して、さあ横右でなんとか帰る。さあブーベランが刺さって横ビン早出し、これは空中前で外に出していく。さあ空中上の対空うまいですね。空中前の横の差し合い、これはブーメランが引き完成ついてたんで確定しないっていう。そうですね、そうちょっとね、スマブラ4の方がクソ盛り上がってるからあれはもう今やったら誰しも盛り上がりますねさあ横火強気にして、さあ空中 N 着地、受けの展開は相手に動かす不安もなく、そして暗視空中前で上がっていく。さあ空中前、これは激つい、持続が長いですね。空中前はジャンプ上がり、その場上がり、崖放し攻撃、その他もろもろたくさんに当たるいい崖技、崖の起きる技なんで、それを利用しましたね。はい、で、そこでも空中前を当てて、なんかいい目に持ってくるが、上京上京。さあ、36%、横京。渋い。渋いですね。ファルコの横の技じゃ何もつけないと判断して、横京、長谷の速い横京で、コツンと叩きましたね。さあ、ここから。さあリンクピック、リンクピック上京で反撃取って、これは左上から何も出ず、これはダウンの上ジャック当たってしまったら、これ今の横綱でもしかしたら、もしかしたらですね。上京は上京中白はまだ気にしないけど、リンク重い、この後うわー爆弾を落としましたね、うまい判断。防御側でも攻撃の姿勢を忘れない T リンクが光りますね。空中前ブーメラン消してそのまま突っ込んでくる。強気の吹き出しはしっかりと早出し UAB で帰ってくる。ブーメランあってブーメランかな。さあうまいですね、ブーメランの置き方が、相手が動くところにしっかりブーメラン置いて、今のガードしても掴めるブーメランじゃないですか。そうですね、ブーメラン戻ってきてもしっかり把握して、ちょっと T のターンが終わらないけど、これはちょっとなんとか減ってくるが、さあ受け身はしっかり取って、さあ後に捕まる、撃墜が困るファルコ。さあ怪しいところはもう付き合わないですね、 T リンク。そうですね、ファルコは本当ガードを徹底されるとこれは撃墜したいけど、台があるおかげでなんとか。さあ10枚の最終弾当たったが、空中下で、そしてしかし爆弾を持っているリンクは浮き力最強、歩くリンク怖い。さあ UAB、 これは厳しい、うまいですね。そうですね、ファルコってね、結局その全ての始まりが上京からになっちゃうんで、はい、上京に対するガードを徹底されるとどうしても本当ファルコはダメージも取れないし撃もできないとなっちゃう。ダメージは上投げでなんとかなるんですけど、まあ、上京の対のタックになってる上投げで撃墜ってなると投げじゃどうしようもできなくて、はい、まあ、どうしてもその180%超えたあたりで空前を崖際でやってるしかないってなっちゃうんで、その辺の拒否の意識をしっかりしてた T さんが勝ちました。